ます。おかえりー。ママ、友達にディズニーランドのお土産もらった。開けてもいい？いいよ。なになに、見せて。やった、ダッフィーだ。あ、あともう一つ入ってる。なにこれ？これ全然可愛くないんだけど。なにこのキャラクター、全然可愛くない。これがオレだよ。これこれないの。オレのないな。こんなのいらない。あんなのいらないよね。うん、帽子かぶせよ。あんな人形いらないよね。ね。なんてことだ。っていうか誰？私はハイタワー三世だ。シリキーントゥンドが目覚めてしまった。何それ？こいつだ。あれ、さっきの人形がない。そうだ、君たち、あれは呪いの偶像シリキントゥンドだ。君たちはシリキントゥンドゥの呪いを呼び起こしてしまった。恐ろしや、恐ろしや。なんてことをしてしまったんだ。まさかあの人形はこんなのいらないとか言っちゃったんじゃないだろうね。メイ言ってた。いいんだよ。メイ、いい。メイ。そうか。言ってしまったのか。おじさん、あれ何なの？私は世界中の珍しいものを集めて、買ってまた集めて、金をたくさん使って、たくさんこの世の中のものを集めてきたんだ。おじさん、ちょっと待って。おお、どうした？おじさんがそんなもの集めるから悪いじゃん。シリキントゥンドゥの呪いは本物だ。だからおじさんのせいだ。シリキントゥンドの目が光っておる。それもおじさんのせいだ。分かっておる。すべてこの私が悪いのだ。正解。私が悪いのだ。君たち名前は何て言うんだ？タケル。メイ。タケルくん、メイちゃん、私と一緒にシリキントゥンドの呪いを封じ込めようじゃないか。うん、分かった。分かった。手伝ってくれるね。うん。あ、タケルくん。ん？メイちゃん。何？シリキントゥンドゥの目が光ったぞ。あれ？しない、いなくなってる。タケルくん、メイちゃん、私のホテルハイタワーにあいつはいるかもしれない。行ってみよう。うん。せーの。ここが私のホテルだ。シリキントゥンドゥを探そう、みんなで。うん。あいつを捕まえて呪いを封じ込めるのだ。はい。ニーニー怖いよ。大丈夫、俺がついてるから。おー、頼もしいお兄ちゃんだな。よし、じゃあ進んでいこう。うん、うん、なんか怖いものいっぱいある。いよいよホテルの中に来たぞ。この中にシリキントゥンドがいるはずなんだ。え、いるはずなんだよ、この中に。夜、私もここでシリキントゥンドゥの目が光り、私はエレベーターの上から落ちたのだ。思い出した、あの夜もそうだった。シリキントゥンドゥの目が光ったのだ。このエレベーターに乗ってシリ
ギントゥンドゥを捕まえて呪いを封じ込めよう。うん、いいな。シリキン・トゥンドゥの目が海ちゃん、竹中姉ちゃん、あとは頼んだぞ。シリキン・トゥンドゥの呪いは本物だ。くれてよかったね、ニーニー。うん、おじさんいなくなっちゃったけど、お人形も大事にしようね。これでしょ。わー、チャンネル登録よろしくね。